ディッシュファンの皆様、おばんです。おばんです。見た目です。ちょっとカメラ目線で始まりましたけども、今週もですね、はい、今週どころかですね、もちろんね、皆さんもディッシュファンの方々なら、私たちも胸に心が踊っております。胸に心が踊っております。再生プロジェクトですね、はいはい、再生プロジェクト、そしてアルバムの発売が発表されました、うん、4月に、はい、それを伴いですね、はい、まあ、ディッシュのツイッターを見てればわかるんですけども、1日ハッシュタグ1日一皿ですか、うん、というのに、かけまして、かけまして、私我々大好きなディッシュですし、はい、ミンタメでもですね、ハッシュタグ一週一皿ぐらいでいきましょうか。一週一皿、一週一皿。ちょっと週一ぐらいはディッシュ入れさせていただこうかなと、お世話になっておりますんで、ね、お世話になっておりますんで、スタッシャーの皆様に、なのでですね、ぜひ週一ぐらいは入れれるようには頑張っていこうかなと思いますんで、このアルバムを記念しましてね、4週ぐらいは頑張りましょうか。4週5週いけるかなと思います。頑張ります。なのでぜひ見に来てください。よろしくお願いします。そしてはいはい、早速いきますけども、ここですわ。今日は、なんと、はい、泉さん、泉大地さん特集。はい、これをですね、やはり私、私じゃないな、新谷君がですね、はい、まあ、ドラマーっていうところもありまして、私ドラマーなので、はい、そして、私がね、最初は勧めたディッシュというバンドやったんですけども、うんうん、新谷の方が知ってます、ね、今やめちゃくちゃ調べましたし、はい、まあ、曲もいっぱい聴きましたし、ゴリハマってくれて、 YouTube の動画もね、あのコメントの方で、うん、あの教えていただいた方もいらっしゃって、うんうん、そうやね、でそれで見て、うん、ライブバージョンもね、はい、いっぱい見て、はい、でこの泉くんの、うんうん、ちょっとくんって言わせていただきますけども、泉くんの、はい、ドラムの癖やら、うん、強みやら、うん、機材情報とかこだわってる部分とか、機材情報とかええな、来ましたよ。だからドラム、ここまで泉さんを深掘ったやつは今までいたのか、いや、まあ確かにあんま見たことないです、っていうほどちょっと、まあ、ファンの方も知らん情報いっぱいちょっと出していこうかなと思って。マジか、はい、これえぐいやん、ドラマー目線からのね、すごいな、見てくれた、まあ、言うても僕もプロのドラマーですから、プロドラマー目線で見ました、はい、あ、素晴らしい、これは面白いな。ちょっと僕も聞きたいところがあります、はい、そしてこうね、泉くんかっこいいよ、なんかパンキッシュというかロッカーというかさ、どんどんこうタトゥーも出てきて、タトゥーとかもね、めっちゃかっこいい。ほんであのなんかライブ後のいでたちとかさ、めちゃくちゃかっこいい、なんかシャイな、うん、ね、でもこう何、俺は任せろ、好きにやれよみんな、うん、っていう感じが、うん、行きましょう、ごめんなさい、行きましょう、行きましょう、大好きです。はい、ぜひ教えていただきたい、私も。まずね、だからね、この、うん、なんか神もね、はい、あのインタビューのね、うん、雑誌っぽいね、雑誌のインタビューを切り抜けるんですけども、うん、はい、ドラムマガジンですよ。あ、ドラムマガジン、ドラマガスか、ドラムマガジンっていうドラムのね、専門誌がありまして、多分ファンの方わざわざ泉さんのためにドラムマガジン買う人おらんのじゃん。おるて、おるよ、俺は買った。あ、まだ、え、表紙というか、あ、表紙じゃない、あ、特集で中に載ってまして、すごいすごいすごい、まあ、大好きな方はもしかしたら買ってる、去年の、何月だったかな、なんか2021年の何月かのやつで、ね、すいません、まあ、ギターマガジンとかね、いろいろベースマガジンとかあるんですけど、うん、このね、なんとかマガジン、ドラムマガジンなんて特になんですけど、うん、すごいよな、乗ることがまずすごいんですよ。ドラマー全員の夢ですよ、特集をされるなんて。そうやんな、うん、そうやんな、ドラムマガジンに乗りたくてと。こうやってドラムマガジンっぽくあの写真を撮るドラマーなんて山ほどいるんですから。そうですよね、スネア持たされるかスティックかもうしかない、ドラムセットのところでこうやって、そうそう、こうやってるから、ね、もうよく、まあ、ちょっと見たことあるでしょ、まあそれがね、主流なんですけど、やはりスネアを持たされてます、はい、持たされてますね、これでもね、はい、本当にすごいことやと思います、うん、ドラマがないや、マイ、はい、スネアの2018年に購入したカノープスの、あのブラスのちょっとごめんなさい、早口です。この泉さんが、はい、買ったこのね、今抱えてるドラ、はい、これをスネアドラムって言ったら、ここにね、一番手前にある、うん、よくドンパンドットパンっていう、この一番メインで叩くことが多いパンのとこですね、パンのとこです ね、 パンですね、左で叩くことが多いこのスネアドラムっていうんですけども、はい、これがあのカノープスっていうあのブランドですね、はい、メーカーの、はい、ブラス金属とか、はい、ブラスの、この周りがってことか、はい、おうおうおう、のタイプのスネアですね、でございます。で、あのブラス多分好きなのよ、なんかここはコアな貼れてると、あのもう一個のあのなんかの動画で出てたやつは、うんうん、DW っていうメーカー の、はい、それもブラスのスネアを使ってて、これはごめんなさい、すごい素人目線ですけども、この何ですか、ブラス加工にすることによって何か変わってくるんですか。金属っぽい音ですね、カーン
でちょっと響きが、あ、はいはいはい、あ、もう本当にやっぱりこれにすることによってそういう音が鳴る、音が鳴る。例えばここがあの金属、あ、金属じゃない、木、木、木目調をよく見たことあるとか、あとはウッドっていうタイプやったら、はい、ちょっと温かみがあるあの音が出たりとか、そういうタイプがあって、これブラスが多いんで、伊豆さんは深夜もう勉強になってるで、ちょっとロックな音とか、あの大音量の中でカーンって音を出したいような時に使うのがブラスとか、メタリカのドラムみたいな感じかな。メタリカのドラムブラスってかな。ごめんごめん、また考えた。あんま詳しくない。そう、すげー高いね。ガーンガーンやねん。まあそう。で、それを、うん、あのそんな高くして使ってない。ちょっとローピッチで使ってない。あ、ごめんなさい。あれってこれもチューニングとかで使えます。うわ、ちょっと待って。俺ほんまにごめん、知らなかった。俺これね、ただの柄とかつけてる人おるやんか。うんうん、ただの好きなやつ。じゃあ、で、このミソとしてはその高い音カーンって抜ける音、うん、金属っぽい音をキンキンするから、うん、それをわざとあの低いピッチというか、ね、チューニングをね、はいはい、革の針をあるんですよね、弱め、うん、ピンピンに貼ると、うん、そのカーンって音がキーンってなっちゃうから、うん、ちょっと弱めにして、うん、金属のいいところも出しつつちょっとあの温かみのある音とかちょっとあの低い音を出して、最近 あの流行りの音がちょっとローピッチなので、はい、まあ、それに近づけてる感じはありますね。ただ泉さんはやっぱ好きなのかな、本来は、うん、ブラスが好きなのかもしれない。なるほどなるほど。見たところブラスが多かったので、まあ、2個ブラスだったんだけども、まあ、一応ローピッチで合わせてると、うん、こんなことわからないよな。こう分からんで、いや、いいですね、はい、お願いします、お願いします。あとドラムセットがね、はい、最近買われて DW っていうメーカーのドラムセット買われてるんですけど、はい、ここがポイント、え、注目ポイント、はい、泉さんのこだわり注目ポイント、まず1個目、はいはい、ドラムセットに普通って、うん、メーカーね、うん、あの、うん、エンドスって言ってこう自分が、広告塔になって、はい、契約して、うん、でまあちょっと安めに買わせてもらったり、うん、あのお試しでどうぞって言って やる、うん、ここまでのアーティストやったら絶対それはするんですけど、うんうん、シンバルしてないんですよ、エンドース契約。 DW は多分やってるんですけど、シンバルを一切やってなくて、でシンバルを会場によって使い分けてるんです、うんうん、なんじゃこれ。ここはすごいこだわり。シンバルもメーカーとか大きさとか、うんうん、まあ言ってもうシンバルいっぱい金属のね、この上に並んでるやつ、カン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 ってね、あれを会場の、うん、そのまあ会場によってね大きさ違うし、ありますね、ホールであったりとか、そうそうそう、響きが変わるわけですよ、反響とかね。あ、そうですね、その会場に合わせてセレクトするらしいです。だからメーカー問わずってことですか。問わず。だから、まあ、動画見た限り僕ジルちゃんも使ってるし、ハイステも使ってるし、マジでセービアンも使ってるから、お前エグいとこ行くな。だからその、今言ったねジルちゃん、セービアン、パイステっていうのは三大メーカー、シンバルの三大メーカーって言われてるんですけど、これ全部使ってますね、一通り。すごいね。でそれ混ぜて貼って、会場によって違ったりとかもしますし、で最近で言ったらセービアン、特にあのこだわってんなっていうポイントで言ったら、多分最近の動画にも上がってますけど、泉さんがこう叩いてとしたらここら辺にちょっと1個高くシンバルセットしてて、うん、8角形かな、八角形、普通シンバルって円なんですけど、そうですね、そうですね、八角形のマジ、ロックタゴンっていう、オクタゴンっていうじゃないですか、はあの八角形をあの文字ってロック、うん、ROCK ロクタゴンっていうシンバルがあるんですけど、これもう廃盤になってるんですよ。あ、もう売られてないの。売られてないです。どこ製ですか？セービアンの。セービアンの、あ、ごめんなさい。やつで、はい、ロクタゴン、これがちょっとロックよりの、はい、あのチャイナシンバルって言って、ここにちょっとあの反り返ったシンバルが、はい、あの泉さんもジルジャンのやつ使ってるんですけど、はい、それよりそれの音にアタックは近いけど、サスティンっていうかこう伸びる音はあの伸びるっていう特性がある、もう、もう特徴的すぎるシンバルをわざわざ使ってて、使ってんねや。もうあれは使ってる人 ほとんど見ない、今、うん、あんまり見たことないっていうか、まあまあ廃盤になってる しそれを好んで使ってるってことは、その色になってるとか、もう特徴的すぎるシンバルなんで、やばい、ごめん、もちろんライブとかもめちゃくちゃ見させてもらってますけど、うん、そこまで見るやつおらんぞ。さ、もともとね、ここのそのロクタゴン使う前は、はい、穴あきシンバルって言って、それも特性は一緒なんですよ。 あの、うん、シャーンパシャーンって言って、なんかこう、うん、アタックはちょっとはっきり出んねんけど、うん、あのサスティンがちょっとあの残るみたいな、バシャーンみたいな、やけどバシャーンみたいな感じで、穴あきシンバルっていうのがありまして、あれよく見たことある、うん、穴開いてるやつな、穴開いてるやつ、あれ何やろうこれと思ってたもん以前は、うん、あの泉さんそれ使ってたんですよ、はいはいはい、で最近そのロクタゴンに変えてるんで、わざわざ廃盤してから買い替えてんじゃん、どっかで多分見つけてきて、うおーっつって買ったんちゃうかな、もうぐらいつ、うん、まあ多分こだわってはる、いや
ーすげえ。だからその遠藤ス契約を結んでしまうと、うん、例えばね CDW やったらそれにの使わなあかんけども、それをホールによって変えたりしたいから結ばないんだ。そうすごいこだわり。はあすごっ、うん、それごめんそんなとこ見てるやつだってほんでね、ほんでね新薬やっぱりさ4人メンバー4人 いるじゃないですか、うん、やっぱりこう抜き方ってね、うん、ライブだけ見てたらなかなかこうずっと泉さんを映すことなんてないじゃないですか、うんうん、お前どうやって見つけたの抜かれるやんパッて、あやっぱ見たら分かるっすね。でここら辺にミニチャイナってちょっとちっちゃめのね、その反り返ったチャイナとかも使ってて、はい、ちょっとなんか、はい、特殊音というか、はい、あの人力でね普通では使わない音を、はい、あの入れてくるっていうので好きなのかな。やっぱ新しいあの今度ねあの再生プロジェクトの次の週深掘りしますけど、はい、それでもわざわざチャイナをフレーズにチャイナフレーズに変えて取り直してたりするんで。マジで、うん、チャイナ好きだ俺も。普通にチャイナは好きよ、ダダダダンみたいなところを。あなたも使ってたもんな。そうそうそう、わざわざパシャパシャパシャみたいな、シャ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 、うん、いっちゃうるさいんですよチャイナっていう。チャイナ好きなんですよ。わざわざ変える。なんであんなにめっちゃ高くつけたりとかするのあれ。好みちゃう。あ好みですか。好きなドラマによって変わっちゃうからね。そうそうそう、あの上一番上にあるチャイナっていうのが好きやな。でまああとはねその、はい、まあ機材の話はもうこれちょっと置いといて、はいはいはい、泉さんってね要はコメントでね YouTube のコメントで安定のドラム叩くなとか、いやめちゃくちゃ、はい、ね、やたら見ますよね、はい、僕ももう最初初見で見たら思うけど、はい、感情ドラマあるんですよ。感情ドラマ、感情を思いっきり出して、どちらかというと冷静にしっかり後ろみんなを見て冷静にこう叩いてるタイプではなく、感情でうらっていくタイプのドラマなんですね、どちらかというと。お実はあそう、うん、で安定、もちろん安定的に叩いてますよ。はいはいはい、いやめちゃくちゃすごい、うん、素人目には分からない、うんうん、けど、うん、実際ちょっと突っ込んでたり感情的になりすぎて空振ってたり、あマジ、うん、シンバル空振ってたり、ちょっとあの本当はちょっとあとほんの気本当の気持ちね、うん、あの給付的にほんのちょっともうちょっと待たなあかんところを行っちゃってるところとか、うん、ああマジで頭ドーンって行ってしまってるところとか、うん、あんねや、全然あるん でそういう時はうらーってなってますね、うん、とかもうライブの終盤の最後の曲とかはもう、うん、はいはい、行ってる行ってますね。でもそれがいいんですよね。まあそうよね、バンドとかは。えじゃあこの残り3人が泉、うん、さんに合わしてる感じかも。あすごい、そこもバンドの良さというか。それでね、泉さんだけ言ってもらったら違和感で、あれそうそうね、俺ちょっとちょっとなんか間違ったんちゃうみたいな、ああ なるけど、なる、みんな一斉に言ってるから誰も多分聞いてる人は気づかないと思う。うわーすげー、うん、え、だからもう生ききれる人ってことや、うん、言ってますね。だから感情を出せてる人やね、ドラマにもうイコールですよ、絶対ライブいいのよ。ライブいいね、そうなってくるとでしょうね、うん、まだごめんなさい、我々生っていうのが見れてないんで、うん、だもう一個すごいこだわりで言うと、まあ、はい、たまに言うんですけどドラマでね、はいはい、そういうね感情とか音に関してこだわってたシンバルもそうやし、うん、感情でオラーっていくのもそうやけど、左のねスティック、うん、あのスティックって大体こう先っちょがねとんがってるんですよ。ありますよね、僕もイメージです。それそっち側叩くんですけど、はい、あの曲によっては大きい音出したいとか、ちょっと後ろよりノリとしてちょっと引っ張りたい時に逆に持って、マジかよ、わざわざ太く、そうなんですよ、持つ方がやっぱまあ太いんですよね、うん、基本そうですよね。で太い方をわざわざ太い方を叩くことによって音量バーンって上がるんで、まあまあ、変えてます、ね、マジでいやこれはえぐ、マジか、てかお前ようなあのカット抜きでよくマジで、はい、だからもうこだわりにこだわってますんで、皆さんしっかりドラムの音もあの聞いてください。これ新也くん素晴らしい放送やな思いねえ、すっごいこだわりを持ってはるん、持って魂で叩いてはるんで、余計めちゃ好きだったわ、うん、そういうやっぱ感情ね、ライブやってたらやっぱりこう、うん、ほら行くぞお前らっていうドラマあって最高なんですよね、うん、そして最終的には、うん、任しとけ、うん、そしてバラードとかね、うん、猫ん時とかはもうしっかりと、うん、こう顔で叩くみたいなね、うん、あそれ兼ね備えてます。素晴らしい、素晴らしいドラマです。はあ、これね俺ね神回やと思う、神放送回と思いますよマジで。ディッシュファンならずともマジかと、
あー、これはすごい勉強になりました。ありがとうございます、はい、先生先生じゃないです、ね、今日はゲストにですね違うあー、そう、はい、なので皆さん、はい、そういうとこもね、しっかり聞いていただけたら、よりあのディッシュをね、あの楽しく聞けるんじゃないかと思います。お前もディッシュの先生みたいな。めちゃくちゃごめんなさい、本当に。いや、まあこういう目線で掘るんはいいですね、うん、で、はい、まあ、あの次のね、予告じゃないですけど、はい、はいはいはい、次の回は、はあ、再生プロジェクトね。そうです、今絶賛あの進行中でございまして、めちゃくちゃテンション上がってます。僕も、毎度聞かせていただいております、うん、6曲出てるんですかね、はい、今ね、はい、6曲ですね、はい、でこれね、まあ、コメントしてくださった、ちょっと名前ちょっと忘れてたんですけど、うん、ごめんなさい、コメントしてくださった方がいて、うん、こうやってますよって僕知らなかったんですよ。おうおう、でぜひ聞き比べてくださいと。名前は覚えとけ。すいません、聞き比べてくださいと言ってくださって、聞き比べしました、はい、でこのこんな今ね喋った、うん、泉さん喋ったこのぐらい深掘った聞き比べを話します。あ、もうぐらいやった、音のバランスのことについて、どこがどう変わってるのか、再生プロジェクトによってどこの音がどう変わってるのか、はいはい、どこのアレンジがどう変わっているのか。えぐいぞお前、これえぐいぞ。スネアの音がキックの音がギターの音がベースの音がピアノの音がっつって、え、マジで全部聞いてきましたんで。マジで。こいつやばいな。これを水曜日は春のサラ祭りみたいな感じで、今のは切ります。これは切ります。がっつり切ります。そして多分俺次回の放送俺おらんかもしれない。俺がまあ最初さ言わしてもらったけど、もう恥ずかしなってんだよね。でもまあ僕はもうあのざっくり感覚で聞いて、うわいいな。そしてまあまあね、一応あのたくみさんの、たくみちゃんの、たくみちゃんの歌とかのなんか変わりようというか感情の、じゃあそこをちょっと掘ろうかな僕は。そうなんです、わかりました。ぜひ、おー18分も経った。あ、結構喋ってしまいました、すみません、ちょっと熱が、ドラマー熱が。いやでも今回は素晴らしいと思います。はい、素晴らしいなりましたけども、はい、はい、また次の回からの再生プロジェクトも、はい、泉くんもぜひよろしくお願いいたします。ハッシュタグ一周一皿よろしく。見た目